ねえ、奥さんと別れて私と一緒になってくれる？ああ、もちろん。ん？パトカー？なんかずいぶん近くに止まったけど。まさか、まずい。え、どうしたの？半グレやヤクザと付き合っていた女性芸能人8選をご紹介します。まずは女優の米倉涼子さん。女優として確固たる地位を築き上げていますが、20代の頃とあるスキャンダルに襲われた経験があります。それはとある既婚者男性との不倫疑惑。米倉さんは愛人という立場だったようです。おいしい。やっぱりあなたの経営しているレストランだけあって味は抜群だね。喜んでもらえて何よりだよ。その男性はレストランを経営していてお金持ちだったみたいですが、どうやら夜の店も経営していたようで、もともと反社もしくは反社とつながりがあった人物とのことです。そのことを象徴するかのように、その男性は様々な犯罪行為を働き逮捕。交際していた米倉さんも事情聴取を受けたようです。私は何も知りません。そのことを噂に聞いた記者は米倉さんを問いただすもノーコメントだったみたいで、何とかして真相を聞きたかったために米倉さんのお母様を直撃したことがあったようです。娘さんが交際していた男性が逮捕された件についてお話をお聞かせ願えたらと思いまして。ああ、娘が彼と付き合っていたのは知っていますよ。そうなんですか？それでお母様は何ておっしゃったんですか？奥さんを悲しませることはやめなさいと言って別れさせましたよ。そうなんですか。じゃあ逮捕される前にすでに別れていたってことですね。ちなみにお母様はその男性が危ない方だってことはご存知だったんですか？いいえ、知りませんでした。ただ結婚している身でありながら他の女性をもてあそぶような男性なんてろくなものじゃないとは思ってましたけど。なるほど、確かにおっしゃる通りかもしれません。当時は米倉さんがブレイクする前だったようですが、このような事前の火消し作業が功を奏したのか、ブレイクしてこの問題が取り沙汰された時も大騒動にはならなかったみたいです。その後米倉さんは知名度を上げ続け、今や48歳になりましたが、年齢を感じさせない美貌に簡単の声を上げるファンも多数います。イエーイ、誕生日おめでとう。私このような姿を世間に見せることができているのもお母様を含め周りの支えがあってこそだと思います。次はタレントのゆきぽよさん。歯に衣着せる物言いで大ブレイクし、一時期はテレビなどで引っ張りだこ状態でしたが、2021年にとあるスキャンダルが発覚して以降テレビの出演が激減してしまいました。そのスキャンダルは過去に交際していた元彼との交際。交際だけならまだしも、その元彼は反社とのつながりがあり、その結果逮捕されてしまったようで、その際ゆきぽよさんも関係を疑われたようです。調査の結果、ゆきぽよさんは潔白でしたが、米倉さんの時とは違いブレイクした後でのスキャンダルだったためか、火消しができずにそのままイメージが失墜してしまうこととなりました。ただこのスキャンダルは氷山の一角であり、ゆきぽよさんの身辺は叩けば叩くほど埃が出てくるとの噂があります。その証拠としてはスキャンダルの3年前に出演したテレビ番組の発言があります。実は私、ろくでもない男を引き寄せる体質っぽいんです。そうなんですか。俗に言うダメンズ的な。そういうのじゃないと思うけど、とにかく基本みんな留置所に行っちゃいますね。え、あ、そうなんですか。なんかすごいですね。この発言から考えると、スキャンダル記事が出てくるのは時間の問題だったと言えるのかもしれません。とばっちりかもしれませんが、自身の男の見る目のなさが招いた結果だとも思えます。そんなゆきぽよさんの現在は以前作ったブランドのプロデュース業に力を注いでいるようです。夏はイケてる水着や浴衣を作ろうかな。実はこのブランドに関してパクリ疑惑などが浮上したことがありましたが、今となっては真相は不明です。さらに YouTube チャンネルも開設し、今では広告収入で月に300万円以上稼いでいる可能性があります。どうも、ゆきぽよ TV の時間です。ちょっと聞いてください。なんと1年間で12キロのダイエットに成功したんです。
その秘訣は、もともとゆきぽよさん自身がやらかしたわけではないので、今後テレビ界に本格する可能性もないことはないとは思いますが、男を見る目は養った方がいいのではないかと思います。次はタレントの上原美優さん。衝撃的なニュースが記憶に新しい方もいらっしゃるかと思いますが、反社の方と付き合っていたのは本当で自ら命を絶ったのか、それとも誰かに、ということは未だに論争が起こっています。その上原さんの交際相手は海老蔵事件で知られる関東連合の元リーダー石本太一被告。数々の事件を起こし、現在は横浜刑務所に収監中ですが、上原さんにとってはとても優しい方で、自慢すべき彼氏だと周囲に言っていたようです。ただかなり黒い噂を持つ方で、しかも上原さんが所属していた事務所自体も反社とのつながりの噂もあり、周りが真っ黒すぎて上原さんも巻き込まれたという意見も多々あります。ただそれらのような黒い噂を差し置いても、上原さんの精神状態は相当不安定だったみたいで、その原因は上原さん自身の他界前年に最愛のお母様が他界したことのようです。お母さん、嘘でしょ。いや、目を覚まして。さらに上原さんの訃報の前日、上原さんは鹿児島県種子島の実家に住んでいるお父様に電話をかけてきたようです。この時上原さんは憔悴しきった声だったとのことです。お父さん、もう種子島に帰りたいよ。お母さんのところに行きたい。みゆ、お前は優しい子だからいろいろ思い詰めてしまうんだな。もういいから、こっちに来てゆっくり休みなさい。しかしその後しばらくすると、上原さんは再度お父様に電話をかけてきました。ん？またみゆか。もしもし。あ、お父さん、前の電話の件だけど、やっぱなしで。え？急にどうしたんだ？大丈夫か？全然大丈夫。今めちゃくちゃ元気だし。そうか。あんまり無理しないようにな。このように1回目の電話とは態度があまりに違ったようでした。この原因は躁うつ病でも患っていたのか、あるいは、とにかくこの事件は当事者に話を聞くことができないので、真相は永久に闇の中かもしれません。ただ一つ言えるのは、大好きだったお母様と天国で仲良く暮らしてほしいということだけです。次はモデルの藤井里奈さん。5日に1回のペースで中筋を切られるという伝説を持っていますが、プライベートも破天荒そのものみたいで、数々の芸能人との交際の噂が流れています。そんな藤井さんの交際相手に、上原さんとも交際していた石本被告がいます。そして石本さんと藤井さんで思い浮かべるのは、当時海老蔵という名前だった市川團十郎さんと伊藤理音さんをはじめとする関東連合のメンバーが衝突したあの事件です。君本当に可愛いね。俺と一緒に飲んでよ。いや、ちょっと。海老蔵さん、飲みすぎですって。は？誰に口聞いてんだお前。そっちこそ石本さんになんて口聞いてやがるんだ。この事件が明るみになり、藤井さんは当時所属していた事務所に石本被告の付き合いを考えるようこっぴどく叱られたようです。しかし藤井さんと石本被告の交際はそれ以降も続いていて、石本被告が詐欺罪で捕まりそうになった時、藤井さんの家でかくまったようです。ここなら大丈夫でしょう。悪いな、本当助かるよ。しかしこのことも明るみになってしまい、事務所側もとうとうサジを投げて結局契約解除になってしまったみたいです。そして藤井さんは退所後に個人事務所を立ち上げましたが、テレビ出演が激減してしまうこととなります。このことに関しては全事務所に圧力をかけられた。もともと好感度が低いのに、事務所の力のおかげでテレビに出れていただけなのに、事務所を離れたら仕事がなくなるのは当たり前という2つの意見がありますが、真相は定かではありません。そんな藤井さんの現在は、地道に努力を重ねた結果、商品プロデュース業で成功を収め、中国でモデル活動などもしているようです。プライベートでは高校時代の同級生と2人の子供を授かりましたが、籍は入れておらず自立婚状態のようです。もともと自由奔放なところがあるので、藤井さんの中では結婚という形を取らない方がいいと思っているのかもしれません。次はテレビタレントの上原さくらさん。
上原美優さんを前にご紹介しましたので便宜上さくらさんと呼ばせていただきます。反社の疑いのある方と交際して結婚、後に離婚となりましたが、かなりの泥沼となってしまいました。そんなさくらさんのお相手は青山浩二さん。年商は150億円を超えるほどの会社を経営していて、車雑誌に連載を持つほどの車マニアです。ただ素行面もかなり問題視されていて、元カノとのベッド写真を週刊誌に売ったり、あの関東連合とのつながりも指摘されていたほどで、脱税疑惑まで飛び出す始末でした。そんな青山さんの悪評に心が疲れてしまったのか、さくらさんは青山さんに離婚と慰謝料を要求しました。その慰謝料の要求額は破格の5億円だったとのことです。しかしその慰謝料はさくらさんに支払われることはありませんでした。理由の一つとしては、上原さんの不倫が発覚したこと、さくらさんが不倫相手とホテルに入るところをスクープされてしまいました。さらに青山さんは週刊誌の取材に応じ、さくらさんとの生活を全て暴露します。なんで俺が慰謝料を支払わないといけないんですか。浮気もそうですけど、さくらは家ではかなり暴れていて、俺が手を挙げられることもあったんです。え、そうなんですか。それにあいつは俺のことを亡き者にしようとしていろいろと計画したり、とにかく俺は被害者です。この結果二人の離婚は成立しましたが、さくらさんの非もかなり大きいということで、慰謝料は0円になりました。さらにこの件で精神を病んでしまい、1年近く精神病院に入院。さらに泥沼離婚の結果、さくらさんのイメージも失墜し、退院してもテレビ界にさくらさんの居場所はなくなってしまっていました。そんなさくらさんの現在の様子はブログで見ることができますが、再婚した男性との間にできた子供が可愛くて仕方がないらしく、たびたび子供のネタを書いています。今日のご飯はそうめんにツナを乗せてと。よし、これで食事のタンパク質不足解消、子供には栄養のあるものいっぱい食べさせないと。その子供が生まれたのは上原さんが40歳を超えてからということもあり、生まれた時上原さんの喜びもひとしおだったのではないかと思います。次はモデル兼女優の橋本玲香さん。過去に反社の方と交際していたとの噂です。そのお相手は半グレグループ新宿ジャックスの創始者である星名隆介さん。星名さんは関東連合ともつながりがあったと言われていて、かなり血気盛んな方で知られています。ちょっとトイレ行きたくなったな。コンビニ行くから待っといてくれるか。うん、わかった。あれ、お姉さんかわいいね。ねえ、俺と一緒に遊ばない。え、ごめんなさい、今付き合っている方がいて。え、別にいいじゃん。そいつより俺といた方が絶対に楽しいって。俺よりこいつを楽しませるって。すみません。人の女に手を出そうとしたんだ。それ相応の覚悟は持ってたんだろうな。いや、その、すみません、許してください。何でもしますから。そっかそっか。じゃあ、ファミレスで楽しいお話をしよっか。とりあえず、500万な。え？そんなの無理です。お前、何でもするって言ったよな。俺に嘘ついたってこと？いいから来いよ。そして星名さんは幾度となく男性を呼び出したようで、その結果逮捕されてしまいました。このことがきっかけなのかは不明ですが、橋本さんと星名さんはその後破局しています。その後橋本さんは結婚するもいつの間にか離婚し、2023年6月にキックボクサーとの再婚を発表。実は一人目の旦那と離婚していたということは世間には知らせておらず、ファンから驚きの声を上げられました。その発表と同時に子供の出産も発表し、新しい家族が増えて幸せな毎日を過ごしていると思います。次は元セクシー女優でタレントだった飯島愛さん。芸能界引退1年後に肺炎で他界したと公には発表されていますが、今なおその真相に物議を醸す方もいます。そんな飯島さんは10代の頃男性と同棲していた方がいたようで、その男性は反社とのつながりが噂されていた方でもありました。そしてそれだけではなく、男性は仲間4人と共謀してとんでもない事件を起こしてしまうことになります。そしてとある反社組織はそれをいいことに飯島さんをゆすり、
その結果という黒い噂も出てくるようになりました。その噂が広がったのも、もともと飯島さんが芸能界引退前に出演していたテレビ番組で占い師の木村富士子さんに次のような指摘をされたことに起因しているようです。病気などもあって芸能界引退するとのことですが、嘘ですよね。病気でこの業界を退くような無責任な方ではないと思います。引退は絶対にやめた方がいい。考え直してください。でも飯島さん、ちょっとこっちに来てもらえますか。怖っ。この会話内容は未だに明らかになっていませんが、明らかに飯島さんの何かを言い当てている内容で、さらに病気以外の理由で引退を決めなければいけなかった理由があるということがわかります。ただ揺すられたということに関しては、飯島さんはブログで否定していたようです。しかし次のような内容も書いていたとのことです。想像を絶する金額を事務所の経理担当に横領されました。普通ならば警察に届け出るはずですが、飯島さんは届けを出しませんでした。このことからも噂に拍車がかかり、やはり誰かに弱みを握られていたのではないかという意見が根強く残ることとなりました。その後周知の通り、飯島さんは悲しい最後を遂げてしまうことになりますが、当時飯島さんを占った木村さんは次のように回想しています。あの時は何とか考えを変えてもらおうと焦ってましたね。やはり飯島さんは危なかった状態だったんですか。実は飯島さんの訃報の2日後、自ら命を絶った20代の青年の除霊をしていたんです。その最中、飯島さんが私のそばに立ったんですよ。表情は悟りを開いたかのようににっこりしてました。そうなんですか。その男性の霊ですが、人生に悔いはあったかもしれないけど、自分じゃどうしようもできなかったと言っていました。もしかしたら飯島さんもそんな感じじゃないかって思うんです。この飯島さんの事件の真相や人生の悔いは永遠に闇の中でしょう。今は木村さんに見せた笑顔の通り、安らかに眠ってほしいと思います。最後は元グラビアアイドルで現セクシー女優の小向井美奈子さん。いろいろなスキャンダルで合計3回も逮捕されてしまった小向井さんですが、その逮捕の裏には男性の影がつきまとっていました。その小向井さんの1回目の逮捕に関してですが、当時交際していた男性はなかなか高圧的な方で、反社とのつながりがあることもあり、男性からの強要に従うしかないような状況だったとのことです。お前、俺に逆らったらどうなるか分かってるのか。はい。ただここまでならある程度被害者という風潮があったはずですが、それ以降も同様のことを繰り返してしまいました。このことも当時の恋人のせい、それか小向井さんの自業自得、どちらで捉えるかはその人次第だと思います。そして3度目の逮捕の時、真剣に愛し合っていた男性の存在が発覚します。当時は小向井さんも29歳と結婚適齢期で、さらに小向井自身結婚願望がかなり強かったみたいです。ねえ、いつになったら結婚してくれるの。ああ、そのうちな。もうちゃんと責任取ってよね。わかった。そして3度目の逮捕後も、とにかく刑務所から早く出て交際している男性と結婚したいの一心だったようです。控訴しないんですか。そうすると刑がもう確定してしまうんですが、懲役1年6ヶ月の実刑判決ですよ。それでもいいです。裁判を無駄に長引かせる方がよっぽど嫌。早くしないと適齢期過ぎちゃう。1年6ヶ月くらいならまだ大丈夫だし。はあ。しかし小向井さんがその男性と結ばれることはありませんでした。何度も何度も刑務所に行った女と結婚なんかできるか。もうお別れだよ。そんな、ちょっと待ってよ。当時はかなりショックだったようですが、同時に目が覚めたということもあり、逮捕の原因となったものともきっぱり縁が切れたみたいです。そんな小向井さんの現在は基本ポルノ路線での仕事が多いみたいで、ストリッパーの仕事メインで活動しているようです。
またセクシー女優専門のキャバクラも世の中にはあるようで、小向井さんはそこで大人気を博しており、その筋での人気はかなり高いようです。なんかちょこちょこ複数の芸能人と付き合ってるっていうのもあるんだけど、芸能人にとってそれくらい魅力あるってことなのかな。どうでしょうか。もしかしたらちょい悪の延長みたいな感じだったのかもしれません。女性の中には悪そうな男性がタイプって方もいますし。でもいい大人なんだし、リスクも考えるべきだよな。本人がそのつもりじゃなくて誤解されるなんてことは一般人でもよくあることだし。みんなから見られる立場の芸能人ならなおさらって感じですね。君子危うきに近寄らずって姿勢が今のご時世大事なのかもしれません。